2022年6月17日、上海にあるカンナム造船集団有限責任公司で建造が進められていた。中国海軍3隻目の正規空母となる003型空母の進水式が執り行われ、艦名を福建と命名され艦番号は18が付与されたとして、中国国営新華社通信が報じたよ。軍事の発展を喜ぶべきなんだろうけど、その国が中国ともなれば警戒せざるを得ないよね。まあ国防を担う人たちにとってはどこの国でも警戒するんだろうけどな。自国の発展が一番心置きなく喜べるよね。そうだね。さて今回は中国海軍3隻目の正規空母が福建と命名されて進水したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の空母は001型の遼寧は北海艦隊の拠点である山東省の青島軍港、002型の山東が南海艦隊の海南省三亜に配備されていて、福建は台湾を担当する東部戦区の東海艦隊に配備される可能性があり、福建省は習近平国家主席が長年にわたって勤務した土地柄でもあり、習近平主席の地盤とも言える同省の省名を名付けたことで、この真の意味での中国独自の空母開発を習近平主席の業績として強調する狙いもあると見られているよ。中国って国のトップを称えるみたいな意味合いで何かを命名したり何かを建造したりすること多いよね。そうだね。また、この報道を受けた松野内閣官房長官は6月17日の記者会見において、中国の軍事動向は我が国を含むインド太平洋地域と国際社会の強い懸念であり、今後とも重大な関心を持って注視していくと述べているんだ。福建はそもそも4月に進水式が予定されていたんだけど、上海において新型コロナ感染が拡大したことによるロックダウンのために大きく遅れていたよ。進水式の様子は中国の CCTV によって映像で流され、中国軍政府組トップの許その両共産党中央軍事委員会副主席らが出席したんだって。福建の船首に設置されたシャンパンとくす玉が割られると、色鮮やかなリボンと花火が空を舞い、ゆっくりとドックから離れ、国家斉唱や国旗掲揚などを行った後、福建は造船所内の埠頭に移動して経由されたよ。空母福建は、中国海軍として3隻目の空母だけど、国産空母としては2隻目、さらに設計からオリジナルで建造された空母としては初めてで、偽装を終えて就役するのは2024年になると見られているね。中国海軍が最初に保有した空母遼寧は、ソ連海軍が建造を進めていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦バヤーグを改修したもので、建造途中にソ連が崩壊したためにウクライナでスクラップ同然になっていたものを中国が民間会社を隠れ蓑として買い取り、大連造船所でスキージャンプ方式の、ストーバーショートタケオフバットアーレスティドリカバリーストーバー方式の空母として再生したものとなっているよ。また、中国海軍はその遼寧を改修した際の技術を活かして、遼寧のコピーとも言える2番艦の3等を建造し、ストーバー方式の2隻の空母を運用していたが、いずれも艦載機である J15 が燃料や兵器ミサイルを満載した状態では発艦することができず、攻撃力において問題があるとされていたぜ。福建の諸言について教えて。今回浸水した福建は基準排水量7万8000トン満載排水量 80.000 トン以上全長320メートル、水線幅38メートル最大幅 75.5 メートルとされ、遼寧や山東よりも一回り大きく、搭載可能な航空機数も遼寧の36機、山東の44機より多い60機とされているほか、遼寧や山東との大きな違いは、両艦がスキージャンプ台を備えたストーバー方式であるのと違い、福建はアメリカ海軍の原子力空母と同様にカタパルトで航空機を射出して発艦させるキャトーバー方式が採用されていることだね。キャトーバー方式での発艦であればストーバー型と違い、艦載機 J15 にはより多くの兵器や燃料を搭載できることになり、中国海軍がキャトーバー方式の空母を完璧に運用できるのであれば、日本にとっては大きな脅威となることは間違いないとされているぜ。福建は建造当初において、中国の国産空母に搭載されるカタパルトはアメリカ海軍のニミッツ級原子力空母で、採用されている蒸気式カタパルトが搭載されるのではないかとする声が多かったね。その理由としては、電磁カタパルトの運用には膨大な電力が必要とされていて、原子力のように長期間高出力を保つことができる機関でなければ難しいとされていたからで、その上であえて中国海軍が電磁カタパルトを採用したのであれば、アメリカ海軍の電磁カタパルトよりも電力を消費しない、より効率の良いカタパルトの開発に成功した可能性を指摘する声もあるんだ。また、電磁カタパルトの技術もまだ確立されていない部分があり、アメリカ海軍で最初に搭載されたニミッツ級空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母においても、数々のトラブルが発生し、その克服にはかなり苦労したとされていることから、
中国海軍が何の問題もなく運用することができるのかどうかを疑問視する声は多いんだよね。アメリカが難航したことを、中国がすんなり乗り越えられるとは思えないけどな。福建浸水式の映像からは、飛行甲板に設置された3本のカタパルトにはテントのようなものが貼られて隠されていて、その構造などを伺い知ることができないんだ。また、空母の動力機関についても謎に包まれていて、開発当初は原子力ではないかと噂されていたが、どうやら通常動力であろうと伝わっているものの、未だに中国海軍からは公表されておらず、これもまた謎のベールに包まれているぜ。秘密主義なんだね。自分たちは工作員を送り込んでまで情報を盗むくせに。ところで、日本のインターネット上では福建に関して空母不要論も含んだ否定的な意見が多く、それらは防御が難しい極超音速飛翔体の開発が進む現在において、そのような対艦ミサイルにとって空母は命中させやすい大きな標的でしかなく無用の長物だとして、アメリカの原子力空母軍や海上自衛隊の出雲型護衛艦の出雲と加賀の空母化改修についても無駄であるとしているよ。この空母不要論は昨日今日話題になったものではなく、20年以上前から語られていたものだな。アメリカ軍において、2002年にミレニアムチャレンジ2002MC2002 と呼ばれる大規模な図上演習が実施されたんだけど、この図上演習とは軍事組織やシンクタンクが、軍事理論や戦略、ここの作戦などを実証し研究するために、コンピューターを駆使して敵と味方の詳細データに基づき実施される軍事演習なんだ。MC2002 では当時の同時多発テロからイランやイラクを仮想的レッドチームとして、派遣されたアメリカ空母打撃軍などと2週間にわたって機上で戦闘を交えることになっていたよ。その図上演習で、アメリカ海兵隊のポール・バン・リッパー退役中将が指揮を取るレッドチームは、対艦ミサイルの連射による飽和攻撃や小型ボートによる自爆接近攻撃などを駆使した作戦を展開し、なんと開戦2日目までに原子力空母や強襲揚陸艦などを含む16隻のアメリカ軍艦を撃沈したほか、アメリカ軍全体の戦死者が2万人に上るという結果となったんだ。このことに驚愕したアメリカ軍は MC2002 を中止し、後日改めてレッドチームによるミサイル飽和攻撃と小型ボートによる自爆攻撃を禁止して演習をやり直し、アメリカ軍がレッドチームに勝利することになるんだけど、この時点ですでに空母不要論は形成されていたと言えるよね。軍事評論家の中には、空母不要論が蔓延することで現役の空母が退役させられ、新造もされないとなるとアメリカの軍需産業が大きな打撃を被るために、この事実がもみ消されたとする意見があるぜ。空母がなくなると、その分の利益がなくなっちゃうもんね。しかし、空母が絶滅したとしてもそれに代わる兵器は必要であり、軍需産業はそのトレンドをしっかり抑えておけば大きな打撃を受けることはないんだよな。また、この MC2002 の情報は世界に拡散されており、その事実に世界が反応して全ての国が空母保有を止めたのかといえばそのようなことはなく、アメリカ海軍はニミッツ級の後継空母を開発し、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを就役させ、その他にも多数の国々が空母を保有あるいは新造し、DF-21 などの強力な対艦ミサイルを多数保有していて、空母に対する飽和攻撃を実行できる中国でさえ大型空母を建造しているんだよね。このように、21世紀の時代でも洋上を移動する航空基地である空母の存在意義が大きいことは否定できず、今回浸水した福建が就役して空母として運用されるようになれば、台湾への圧力を強めるだけでなく、南シナ海や太平洋において中国海軍の作戦遂行能力を着実に向上させることになり、アメリカとの軍事上の摩擦がさらに激しくなるのは必至であり、日本の安全保障を脅かす存在となるのは間違いないよ。それじゃあ今回はこの辺で、次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、日本についてだよ。みんな日本の読み方は日本と日本どっちだと思う？日本も日本もどっちとも言うから難しいな。確かに両方呼ぶからな。実はどっち呼んでも正解なんだ。だよね。でもいつから言われるようになったんだろうね。それじゃ解説していくよ。日本という国名が初めて登場したのは飛鳥時代のことだったんだ。日の本の国という意味から日本という言葉が誕生し、大化の改新が起こった頃には日本という表記が存在していたそうだよ。しかし、読み方は現代のように日本や日本ではなく、当時は日本と書いて大和と呼んでいたそうだよ。ならいつから呼ばれるようになったんだ。現代と同じ読み方である日本が初めて登場したのは奈良時代以降だとされているんだ。当時は遣隋使が派遣されるなど、中国との交流が盛んだったんだ。そのため、中国から伝わった語音読み、いわゆる漢字の音読みが日本でも多く使われるようになったんだ。日本を音読みにすると日基本となり、これがなまって日本という読み方が誕生したとされているんだ。そうだったんだね。
普通に読んでいたから意識しなかったんだけど、最初はヤマトだったんだね。そっちはそっちでかっこいいから好きだけどね。確かにね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。